携帯で音楽を聴こうと何で聴く？うん。何で聴く？まあ、でも私はワイヤレスイヤホンですね。うんうん、私もそうだね。あとアンジーはね、うん、ラジオはヘッドホン、ね。ラジオの時はヘッドホンなんですけど、今日いつもよりごつめなヘッドホン渡されてて。そうね。そうちょっとバランスが顔もさ、ちょっと顔すっごいちっちゃいからさ、なんか子供がヘッドホンした時みたいな。さっきからこうやって何回もずれるからずっとこうやって直してるんだけど、うん、なんで今日こんなでかいんですか？顔がちっちゃい。いつももうちょっとあっさりとしたヘッドホン渡してくださるのに、今日でかいんだよな。私もまあワイヤレスだけど、うんうん、でラジオの時もね、この曲のイヤホンをつけてるんですけど、うんうん、私ね、耳がね、めっちゃちっちゃいの。あ、本当だ。そう。だから、うん、なんていうの？このイヤホンの先っちょがさ、はいはい、プニプニタイプのやつがあんまり合わなくて入らない。逆にそう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 、硬いやつの方がいいなっていう。中身ちゃんは結構そのラジオやるときはもうヘッドホンじゃなくイヤホンの方が多いってことですか？あ、でもそうだね、用意してもらってるやつ、うんうん、でもヘッドホンの時はアンジーと同じようにその片耳ずらしてちょっと外の音聞こえるようにしてますけど、うん、そっか。でも、うん、ワイヤレスの方が多いよね今はね。まあ、アンジーもだし私もだけど、確かに音質こだわるとかなると、うん、やっぱどうしても有線の方がいいってなる、ね。あとまあ値段とかもね、有線の方がまあ結構幅広くあったりもしますけれども、うんうん、 でもなんかうちの筒井 D はこれマジで意味わかんないんだけど、うん、ワイヤレスは気取ってると思われちゃうと心配して使えないし、誰も今更いないです。いない、マジで。それもう初めの方だったらわかるよ。始まりも始まり、うん、なんか本当に今切符買ってるぐらい珍しくなってきてますから、そのタッチじゃないんやって、カッコつけてると思われたくない。なんかだいぶこじらせてません、ね、大丈夫ですか？逆に有線の方がなんか、まあ、別に思ったことないけど、うん、こうやって言われてみたら、あ、こだわりあるんだろうなと思うよね。あ、そうそうそう、なんか音とかすげえこだわりあんのかなとか思ったりとかするけどな、うんうん、まあでもまだね、いろいろ、まあ、出てきたばっかりっちゃばっかりなんでね、うんうん、そうですね、うん、じゃあちょっとリスナーの意見も聞いていこうと思います、うん、はい、はい、静岡の無地さんです。ワイヤレス、コロナが始まった頃にマスクに引っかかるのが鬱陶しくて買いました、うん、マスクをする機会は少なくなりましたが、もう本当に便利すぎて手放せませんと。いや本当ね、そうなんだよ、ちょっとね絡まるのよ、絡まったりするんだよね。そうそうね、わかるわ、うん。お弁当おじさん、はい、この3つの中だったらワイヤレスイヤホンですね、うん、骨伝導タイプのイヤホンを愛用してます。おいいね。農作業中に聞くことが多いので有線だとコードが邪魔だし、ヘッドホンは完全に耳を塞いでしまうため危険なので使えません。普通のイヤホンは耳を塞ぐし、自分の耳の形が悪いのかポロポロ落ちてなくしてしまうこともあり、耳に引っ掛けるタイプの骨伝導タイプが好きです。骨伝導ってかっこよくないですか？かっこいい、憧れちゃう。私も骨伝導使ってますか？言いたいもんね。それ言えるだけでだいぶなんか上級者な感じします、うんね、あ、これですか？骨伝導ですか？めっちゃかっこいいですよね。なんかちょっと憧れちゃうわ。こじゃれてる感じが今デカミちゃんの言い方だと、うん、骨伝導です、ね、次です、カレー星人さんからです、うん、エアポッツです。もう楽すぎて離れられない。高いと思いつつ3代目。耳を塞がないやつもサブ的に欲しいです。たまにイヤホンは入れているが、うん、携帯を置き忘れる時があって、うん、音が切れるので忘れたことが分かって助かったことが数回ありますと。うんうん、エアポッツ3代目ですよ、ね、エアポッツなくす人多いよね。私も片耳なくして、あ、片耳もう、ね、諦めつきづら。片耳が一番諦めつかないですから ね、 ね、もうどこだよみたいな、ね、どこなんだよ。あとなくしたわけじゃなくて家に置いてきた時のパカって開けて、あ、もう絶望空洞の時のね、あ、もう終わった、キノコの山とか入れとこうかみたいな。寂しそう。ちょっと形合わなそうだけど、うん。お昼寝大好きさん、はい、ワイヤレスイヤホンに1票、うん、4人家族で主人が在宅ワークなので消音のためにヘッドホンをし、うん、上の子がワイヤレスイヤホンで YouTube を見て、下の子が音楽をそこそこの音量で流してます。なので私はワイヤレスイヤホンで聞きます、うん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 、ワイヤレスイヤホンだと掃除をしていても洗濯物干していても邪魔になりませんしね、うん、でも子供たちに声をかけられるので片耳だけにしてます。すごい、家族それぞれの場所で音を鳴らして、ね、いいですね。だからそういう形も ね、 いいね、うん、イタリアントマトさんからです。ワイヤレスイヤホンに投票しました。基本的にワイヤレスを使っていますが、バッテリーが切れたり家に忘れた時など非常事態に備えて有線をバッグの中に常備していますと、うん、これ分かります。私も有線両方入れてる、うん、あとパソコンで結構編集とかすることもあるんで、あ、そっか、そのパソコン用のって今 iPhone ってちょっと違うじゃないですか、うんうん、充電器と同じやつじゃないといけないから、うん、っていうのでなんか必然的にいろんな種類の有線とワイヤレスを持ち歩くっていう、
そしてあこの方電線愛好家ら我らが石山レンゲ来た電線愛好家もうだって電線が好きって言ってんだからもう電線つけなくてどうするんだよ答えはもう分かりきってる一つよもうそんな、ワイヤレスイヤホンですなんでやねん有線にしろやそこはしばらく前にケーブルの質感重視で、うん、ボースですよね、うんうんうん、ボースのいいイヤホンを買いあボースごめんなさい、うんうんうん、ボースのいいイヤホンを買いとても気に入って使っていたのですが気づいたらなくしておりましたあららららつなぎで安めの有線イヤホン、うん、ウレタン製のイヤーピースを使っていたところ、うん、それも断線させてしまい今はワイヤレスイヤホンにしています、うん、スケルトンで中の基板が見えるデザインなのでケーブルに思いを馳せやすいのがせめてもの抵抗ですなんか一応あるみたいもういいですよね、うん、一応あったみたい一応あるけど、うん、でもやっぱワイヤレスワイヤレスやっぱ便利さにはね、うん、電線愛好家も勝てないやだなちょっとそこ通してほしかったけど、うん、なんか夢が壊れた感じが、ね、電線愛好家ってなんでもですね、はい、ワイヤレスイヤホンがもうねほぼでしたよそうかアンケート結果398人中ね298人おほぼ全員がワイヤレスイヤホンで有線イヤホンが90人と、うん、でヘッドホンが10人という結果になっておりますじゃあほとんどやっぱみんなワイヤレスだね、うん、でもヘッドホンとか最近流行ってますからね流行ってるもうつけておくことがファッションみたいなねそうそうそうワイヤレスヘッドホンですよねだからそうコードがないタイプの、うん、じゃあいろんなタイプがありますね、はいうん以上みんなはどうなのコネクションでした